どうもしげしげです。本日はサンデーオールスターズコラボが復刻するということで、能力調整の内容を見ていきたいと思います。まだ見てなかった方はぜひ一緒にチェックしていきましょう。まず回答キットですが、覚醒スキルガラッと変わっております。まあこれいつ調整されるのかなって思ってたやつなんですけど、暗闇耐性5つが、1個の完全耐性になりまして、空いた分でスキブプラスだったり、あと4色攻撃強化ですね、これをがっつり、まあ、3つゲットしております。まあ、このキャラを頻繁に使うかどうかはさておき、スキルの内容がチェンジザワールド系のものを持っておりますので、まあ、そこはチェックしておいていいのかなという感じです。続きまして犬夜叉ですが、こちらもスキブがまとまった分で4色攻撃強化っていうね、まあ、最近の覚醒をゲットしております。まあ、丸部持ちっていうことを考えると、まあ、マルチとかあと3人ワイワイとかで使わないと、なんかちょっと一枠ね、覚醒スキルがもったいない感じもしているっていうキャラクターですね。スキルの内容に覚醒無効状態の全回復っていうのががっつり追加されておりまして、まあそういった面での活躍はあるのかなと思うんですけど、まあ基本的には進化させた方がいいです。はい、おすすめな形態がこの犬夜叉原作版なんですけれども、覚醒スキルめちゃめちゃ強くなっております。火力覚醒でいくと超コンボ強化2つの 2way 2つの悪魔キラーということで、もうね火力が出るっていうのがこれを見てパッとわかるんですけども、それに加えての先ほどのスキルなので、まあ、火力の出せる覚醒無効回復薬でなおかつロック解除陣も持ってるしっていうのが7ターンで打てるので、これは全然採用されることもあるんじゃないかなと思います。まあその採用の面でいくと、リーダースキルも76にできるっていうのがあるので、これはねとても優秀だと思います。まあそのベースの火力覚醒に加えて超覚醒で今回4色攻撃強化が追加されておりますので、まあ多色で悪魔タイプ持ってるからラフィーネとも相性がいいというところで、まあそのあたりでの採用がワンチャンあるんじゃないかなというキャラクターです。続きましてカゴメですが、このキャラは星5のキャラクターなんですけれども、覚醒スキル結構良くなりましたね。ただまあステータスもそんなに高くないしっていうところで、このスキルがピンポイントで欲しい時以外は採用はないかなっていう感じです。さあそしてラムですが、超覚醒超コンボ強化と十字覚醒が追加になってるのと、スキブがプラスになってるのかな。はい、でさらに超覚醒で超コンボ強化を持てるし、まあ十字で組んだ時にしっかり火力が出る。でまあ無効貫通は持っていないんですけど、スキルの内容に無効貫通がくっついたということで、そこも補っていけるという性能になっております。まあ本当に見たまんまですけど、泥強も積みながら回復強化も積みながらで十字絶対欲しいとか、あと無効貫スキル欲しいとか、そういう場合じゃない限りは別に自家入れするほどの性能ではないかなというのがあります。ただまあ超覚醒で超コンボ強化さらに持てたりもするので、まあ十字パだったりには採用が検討できるかなという感じですね。無効貫もできるし。で原作版の方なんですけれども、スキルはそのまま無効貫スキルで、覚醒がね L 字になってますね。 L 字2つで、超覚醒には超コンボ強化持てるんで、超コンボ強化発動させながらの L 字である程度の火力は期待できるんじゃないかなというキャラクターです。でリーダースキルね76マス、今回76マスもらったキャラが多いので、まあそういった面では76系のリーダーを持ってない方はちょっとサンデーコラボ引いてもいいんじゃないかなというコラボに見えてきたりもしますね。続きまして牛尾と虎ですが、こちらも覚醒スキルなかなかやばいことになってるんじゃないかなと思っていて、バインド耐性が圧縮したり、あとスキブもプラスになったりしてるんですけども、火力覚醒でいくと超コンボ強化に加えてウェイが2つで悪魔キラーがあって、超覚醒になんと超コンボ強化を持てるというところで、まあ、火力はめちゃめちゃ出ます。でスキルの内容も良くなっていて、まあ、6ターンで回復、お邪魔、毒、爆弾を光に変換できるんですけど、さらにバインド状態も全回復と。でそこに1ターンの間ダメージ無効貫通がつきました。非変身でこの火力覚醒からの6ターンでダメージ無効貫通、変換もバインド全回復もあるよと。これは結構破格の性能だと思っております。本当に非変身っていうのがねポイント高いですね。でその流れで原作版もなかなかやばくて、まあ、2way3 つに加えてコンボ強化、超コンボ強化で封印耐性が1個減っていてみたいな感じですね。スキブプラスの指延長1秒分のバインド耐性と。でもちろんね超覚醒で超コンボ強化も選べるので、まあより汎用的なというか感じはこっちっすね。原作版じゃない方は悪魔相手にめちゃめちゃ刺さるけどって感じですね。でスキルはねもちろんそのままなんですけど、リーダースキル注目していただくと76マスにすることができます。
でなおかつね、追い打ちも持っているので、まあリダチェンせずにみたいな状況で76強いよねみたいな、まあ例えばでいくとランダンとかでこれでリダチェンせずに76でやるみたいな状況もなくはないんじゃないかなって思ったりしております。はい、続きましてキリオですが、キリオかな、イントネーションすいません、わかんないです。覚醒スキルがっつり調整されておりますが、なぜかバインド耐性は圧縮されておりません。まあ、超コンボ強化だったりウェイ3つもらっているので火力は出せるようになりましたという感じですが、まああえて使うようなキャラクターではないかなと思います。6ターンのスキルで4ターン軽減貼れるのが偉いのと、バインド覚醒無効状態、まあ、2種全回復できるのもなかなか偉いです。あとは地味に操作負荷耐性を素で持っていて、超覚醒で雲耐性を選べるっていうのも面白かったりはします。続きまして劣化ですが、まず覚醒スキルの並びが綺麗になりました。これはとてもありがたいですね。はい、で超覚醒に超コンボ強化持てるので、ウェイ4つに加えての超コンボ強化で、あとスキルが8ターンのスキルなんですけど、8ターンの間自分の攻撃力8倍ということで、これは火力しっかり出ると思います。でさらにポイントなのが副属性も火なので、まあ主属性副属性で超コンボ強化発動のウェイで、単体エンハンスかけながらでめちゃめちゃ火力出せるんじゃないかなと思います。なかなか面白いキャラですね。続きまして桐沢風子ですが、覚醒スキルに超つなげ消しが2個追加されております。でこのキャラも種属性副属性木なので、まあ木の花火とかね、まあヨーダとか周回方面で使えそうかなっていうのはあるんですけど、スキブが1なんですよね。そこがちょっとどうなんだろうっていう感じがあります。リーダースキルに固定追撃もあるわけじゃないので、ゴモラ的な使い方も難しいのかなという感じがあります。さあそしてアラジンですが、このキャラもなかなか面白い強化をもらっているなというのがあって、まず副属性込みで無効貫できるようになりましたね。覚醒スキルで無効貫通をもらっております。あとはスキルが4ターンのスキルなんですけど、ロック解除からの回復と毒を光に変換で、4ターンの間操作時間とリーダーの攻撃力 1.5 倍ということで、このキャラをループさせているだけで指がめちゃめちゃ長くなります。まあ、この形態はね、無効貫通が追加されたっていうところが大きなところかなと思うんですけど、原作版の方に関しては76マスにすることができます。で火力覚醒もコンボ強化コンボ強化に加えて超覚醒で超コンボ強化を持てると、あもちろんね進化前も超コンボ強化持てるんですけど、やっぱりね76にできる上に指も伸ばせてっていうのは便利ですね。シンプルにでスキル使うターンはロック解除もできるし、まあ、回復消しちゃうっていうのがちょっと使うタイミングを選ぶのかもしれないですけども、なかなか面白いキャラだなと思います。さあそしてアリババですが、スキブがスキブプラスにまとまった分で超コンボ強化をゲットしております。このキャラも超覚醒で超コンボ強化持てるので一定の火力は期待できるのかなと。で10ターンのスキルなんですけど、ロック解除3色陣火光回復打てるのと、4ターン継続の操作時間とサブの攻撃力2倍、まあ、若干ねさっきのアラジン要素も踏まえつつのロック解除陣、まあ、2倍めちゃめちゃ伸ばせるんで、まあそれこそ76で使うなりしてあげるとだいぶ使いやすいんじゃないかなと思います。続きましてモルジアナですが、火力覚醒増えてますね。超コンボ強化ゲットしてるのとウェイも増えてると。でなんとスキルターンが2ターン縮まっておりまして、ロック解除だったりが追加されております。このキャラも、4ターン継続のスキルが4ターンで打てるので、まあ指とあと単体のエンハンスですね、これをループすることができます。やっぱりヒパで76パでとか考えたら星4のキャラクターなんですけど、なかなか面白いんじゃないかなと思います。続きましてジュダルですが、覚醒スキルめちゃめちゃ増えております。このキャラはダンジョンキャラかなと思うんですけども、ウェイが2個追加からのコンボ強化が3個追加でダブルキラーですね、バランスキラーと神キラーをゲットしております。まあもちろんねキラーが刺さる場面ではっていうのはあるんですけど、スキルがお邪魔を作るっていうところで、まあお邪魔パだったらありがたいのかなと。まあお邪魔を同時に変換できたりすればね、まあ、闇に変換できたりすればそれで合わせてがっつり闇作れるとかもありますけども、汎用性で言ったらそんな高くないけど、まあ結局あのダンジョンキャラなんで作っておいて損はないかなと思います。続きまして天道地獄ですが、覚醒スキルですね、こちらも、火力覚醒がめちゃめちゃ追加されております。スキブが2個だったり超コンボ強化だったり無効貫通だったり、こちらは3種キラー攻撃体力回復というところなんですけども、それよりもスキルが結構面白くて、なんと単体300倍ブレスを持っております。それに加えてまあ HP 回復があったり、火ダメージ無効化があったりします。
まあ、もともとね5倍のブレスだったんですけど、それが300倍まで伸びたということで、使える場面もあるんじゃないかなって個人的には思ったりしております。次の火属性の先制ダメージを無効化で受けてみたいなのにもつなげられるので、本当にピンポイントでハマる可能性のあるキャラクターなので、こちらも作っておいて損はないというキャラクターですね。ダンジョンキャラです。まあ基本的にねダンジョンで作れるキャラは作っておこうっていうのが当然のことだと思うんですけども、奈落に関しても同様です。自動回復が4つになったのと、スキブが2つで超コンボ強化、コンボ強化、悪魔キラーということで、まあ実用性も出てきたのかなっていうのがスキルの内容ですね。5ターンで打てるスキルなんですけど、火、気、闇、毒ドロップに変化、同時に回復作らないのが結構痛いんですけど、まあそれこそ毒無効のリーダースキル持ってるキャラの、まあ毒パの中ですねとかで使えなくもない性能かなと思ったりしております。続きまして白面のものですが、まあもともとねこのキャラは覚醒スキルしっかり持っておりました。ただちょっとね圧縮されたりして、超コンボ強化が追加になっております。あと超覚醒でさらに超コンボ強化を持てると、こちらもキラーが刺されば結構いい火力出せるのかな。でさらにスキルの内容に無効貫通が追加されたりしていて、まあダンジョンキャラにしてはやれること多いなと思うので、こちらももちろん作っておきましょう。さあそしてトラですが、スキブが4つになりまして、もともと2ターンヘイスト持ってるので実質スキブ6的な働きができます。でスキルの内容にさらに属性吸収無効も追加されたりしたので、まあ、序盤1回から属性吸収張ってるみたいなダンジョンであればヘイストかけながらそれで対応することもできるのかなと思うんですけども、そういう状況は稀だと思います。さあそして殺生丸ですが、このキャラは結構好きな性能になりました。まず進化前の状態ですかね、ウェイが4つに加えて闇烈が3つ、これはちょっと使いづらい性能かなと思うんですけども、こちらの、まあ、真の大妖怪の方なんですけども、スキブが4つに加えて、まあ、超コンボ強化があってウェイが4つで、先ほどと同様に超覚醒で超コンボ強化持てるので超コンボ強化2のウェイ4つ、まあ、最近のキャラクターでいくとキルアとかね、あとカイシュウとかと相性いいのかなという性能になっております。でスキルが8ターンでロック解除、水、光、闇、回復陣で一旦ヘイストもあって、なんと覚醒無効状態も全回復することができますと。まあ普通にスキブ4も搭載できるし、まあバインド耐性は補ってあげなきゃいけないんですけど、とても優秀になったなという感じがしております。続きまして桔梗ですが、このキャラも覚醒スキルがっつり追加されておりまして、コンボ強化に加えて無効貫2個からの超つなげ消しも1個ゲットしております。まあ、特徴的なところとしては無効化のスキルを持ってるっていうところですかね。13ターンで単体エンハンスも3倍かけながらヘイストもしながら無効化を打てるので、そこはまあそれこそ汎用性は高くないですけれども、ちょっと覚えておきたいですね。続きましてヒョウですが、覚醒スキルめちゃめちゃ尖ってますね。もともとは悪魔キラーとドラゴンキラーしかなかったんですけど、超コンボ強化に加えてコンボ強化が2つ追加になっております。まあ、こちらもバインド耐性がまだ圧縮されてなかったりして、なんでだろうなっていうのはあるんですけど、スキルもなかなか優秀です。4ターンでロック解除からの闇3個生成でバインドと覚醒無効状態、まあ、2種全回復することができるということで、まあ、もちろんねキラーの刺さるタイミングであればこのキャラに何かをアシストするでも面白いかなっていうのがあって、種属性副属性でねいい火力出してくれるんじゃないかなと思います。何よりもね超覚醒でさらにコンボ強化を持てたりするっていうのが結構やばいキャラっすね。だいぶ尖ってます。続きましてクレイですが、覚醒スキル超コンボ強化と超つなげ消しが追加になっております。まあ、この辺はね本当に汎用的な面で言ったらめちゃめちゃ低いのでなんとも紹介しづらいんですけど、スキルの内容に属性吸収無効、まあ、2ターン継続のものがあったり、敵全体に50万のブレス飛ばすことができたりからのロック解除のヒドロップ4個生成なので、まああるとしたら周回パにおける、まあ、属性吸収を無効化できる、あとブレスで抜けるところはこのブレスで抜くみたいな感じですよね。続きましてトキアですが、火力覚醒が追加になっております。超コンボ強化と十字が2つ、超覚醒でコンボ強化も持てるので、まあ十字で超コンボ強化も発動した時に副属性込みである程度の火力は出せるのかなと。ただまあやれることとしてはシンプルですね。6ターンでロック解除からの水5個生成で水と回復を強化で1ターンの間水属性の攻撃力5倍、5倍はだいぶ高倍率のエンハンスですけども、まあ自家入れするほどのものかって言われたらそうでもない気がしております。続きましてカオルですが、
火力覚醒ないんですよ。使うとしたら無効パになってくるのかなという性能で、でもスキルが搭載できないからね。スキルの内容がっつり調整入っておりまして、5ターンで5ターンの間自分の攻撃力5倍、まあ、火力覚醒が超覚醒で超コンボ強化持てるんですけど、まあ、逆に言うとこれしかなくって、まあ、この単体エンハンスに頼りながら自身が火力出していくのかなという、なかなか面白いキャラですね。で、同時に敵1体20万のブレス飛ばすことができたり、ランダムで光ドロップ3個生成できますが、ここにはドロップのロック解除だったりがついておりません。ちょっとまあどこで使うのって思うキャラではあります。続きまして石島土門ですが、スキブが1個追加からの超つなげ消しが2個追加ということで、まあ、このキャラに関しては逆にもうちょっと尖ってほしかったなというのがあって、副属性も火でばらけていて、まあちょっとその例えば闇花火とか友情鏡でも、まあ、できて主属性がカンストみたいな。ただスキルは8ターンでロック解除と闇ドロップ4個生成持っていて、同時に無効感を持っております。まあ使わないだろうな。さあそしてシンドバッドですが、このキャラはめちゃめちゃ優秀になりました。まあもともと面白いスキルで、まあちょっと一昔前は使ってたりもしました。個人的に一昔二昔、今回覚醒スキルがバインド耐性スキブプラス封印耐性2つ、指が1秒分で超コンボ強化からのウェイが3つという覚醒スキルになりました。でスキルが4ターンのスキルなんですけど、4ターン継続のバランス悪魔エンハ 1.5 倍、さらに4ターン継続の指回復力 1.5 倍、これがだいぶでかいなと思っていて、例えば、まあ、直近活躍したメルエムループの中にこのキャラを入れても、まあ、指と同時に回復力 1.5 倍かけられるので、まあ、毒消してもある程度なら回復しきれたりとか、あとはまあこのキャラ自身が変身キャラではなく超覚醒でさらに超コンボ強化を持てるって言ったところで、まあ、自身のエンハンスも相まって火力はしっかり出せるんじゃないかなと思います。いや、とてもいいですね。だって火力覚醒ある上でのギミック対応スキルを持ってるわけで、いや、とてもいい強化もらったんじゃないかなと思います。さあそして白龍ですが、覚醒スキル指が圧縮されたりして、まあ、2秒分あるのとスキブが2つで、超コンボ強化からの無効感からのチーム回復強化を3つ、まあ、このキャラもねスキルで指延長だったりエンハンスだったりもできるんですけど、まあそんな使うことはないかなと思います。続きまして錬鉱玉ですが、水裂強化4つからのスキブ2つからの超つなげ消し2つ、このキャラは副属性もちゃんと水なので、まあ、超つなげ消し、まあ、水の花火とかでね副属性込みで火力は期待できるんじゃないかなと思います。スキルの調整としては、まずスキルターンが一旦縮まったのとロック解除がついたのと、2ターン継続の指1秒延長が指とサブの攻撃力3倍というものに変わりました。続きまして三橋&伊藤ですが、覚醒スキル変わらず、スキルの内容が3ターンで3ターン継続の攻撃体力タイプと自分の攻撃力2倍ということで、まあ HP が1になっちゃうもののスキルがループできていて火力は高いんじゃないかなというのがありますが、覚醒スキル的になかなかこの形態は使わないんじゃないかなと思います。リーダースキルは一応76にできるようになりました。ここからは分岐ですね。三橋の方なんですけども、光の列強化が5つでスキブプラスあって、 50% 以上強化2つからの超コンボ強化を持っております。でやれることとしては、8ターンのスキルでロック解除できるのと、激減を貼れるというところで、まあ、ピンポイントで超根性対策などで使えるのではないでしょうか。あとはリーダースキル、レツパーの周回パーのリーダーにもなりうるキャラクターで、固定500万追撃を持っております。続きまして伊藤ですが、まあ、先ほどの三橋が 50% 以上強化なのに対して、こちらは 50% 以下強化と、で自称ですね、 HP 50% 減っちゃうものの、敵1体に攻撃力 ×300 倍のブレスを飛ばすことができて、ロック解除からの三色陣、まあ、結局ねどこで使うの感は否めないですね。さあそしてコナンくんですが、覚醒スキル的には指が 0.5 秒伸びただけです。でスキルは一旦縮まって、ロック解除が追加からの威嚇のターンが一旦増えたのかな。でまあリーダースキルは全パラ 1.5 倍が3倍になったり、指が2秒延長が5秒延長になったりしておりますが、まあこの形態はそんな使わないかなと思います。原作版の方に関してはやっぱりバランスキラー、もともと2個持ちだったんですけども、それに加えて、超つなげ消しが追加されたりしていて、まあ、火力に関しては刺されば申し分ないかなというのがあるので、いやもう本当にピンポイントでの出番があるかなという感じで、こちらもリーダースキル76マスもらっております。続きまして毛利蘭ですが、覚醒スキルがっつり増えてますね。
封印体制が追加されたり、あと無効感が追加されたり、3色攻撃強化3つもらっております。まあ、ちょっとステータスはやっぱりね貧弱ではあるんですけど、リアリティ的にもスキルが6ターンで水木光ドロップ強化からのケセネイドロップと覚醒無効状態全回復、これ2種全回復持ってるんですよね。まあもちろん上位互換はいろいろいそうではありますが、レアリティにしては優秀かなと思います。続きまして相良健かな、ドロップキャラですが、覚醒スキルめちゃめちゃ増えております。スキルは4ターンでダメージを 40% 軽減、まあ、ドロップキャラは作っておきましょう。ジン&ウォッカ、このキャラもドロップキャラですが覚醒スキルがっつり増えております。スキブが2つ、封印耐性があって、無効感からの、毒の加護3つ、まあ、副属性も闇なんで毒パの中で、まあ、毒パが難しいか。スキルは3ターンで木ドロップを闇に、光ドロップを毒に変化、まあ、一番最近の毒でメルエムがいますけども、メルエムの木ドロップを闇に変えてしまうと相性はあまり良くなさそうですね。続きまして服部平次ですが、超つなげ消し2個もらっております。スキブも2個から4つになっております。で、副属性も光なんで、これ 3Y とかで光花火打ったらすごい火力出そうな気がしております。スキル的にもダメージ吸収無効が追加されたりしていて、それこそピンポイントでの出番がいつか来るのかなという性能です。いや、本当に汎用性の高いキャラとそうじゃないキャラの差がすごいですね。ランマに関してはまず覚醒スキル、スキブプラスが2つ、まあ、スキブ4からのウェイが5つで、超覚醒で超コンボ強化もらってるので一定面白いかなと思います。スキルの内容にも覚醒無効状態の全回復が追加されたりしてるんですけど、この形態はやっぱり原作版がちょっととんでもないかなっていうのがあるので、この形態はこれぐらいにしておきます。続いて種属性が水のランマですが、まあ、スキブが減っているもののバインド回復をゲットしているので、まあ、ルーレット回復につなげられたりしますね。はい、原作版なんですけれども、ベースで持っている火力覚醒が超コンボ強化2個で2ウェイがあって、コンボ強化も2個、これはシンプルにすごい火力覚醒ですね。で、まあやっぱり自分自身の性能がすごいマッチしてるなっていうのが、ロック解除しながら、まあ、攻撃色も作れるし、あとそもそもリーダースキル76もらってるんですよね。これもまたなんかこのキャラのまま76シーウルフとか使ってみたら面白そう。続きまして茜ですが、火力覚醒がめちゃめちゃ増えております。コンボ強化も3つ、まあ、最大4つですね、超覚醒込みで、でウェイも3つと。それよりも6ターンでロック解除回復光変換からの属性吸収無効、これが6ターンで打てるのが、まあそれこそピンポイントでの採用がありそうな雰囲気しております。続きまして灰原愛ですが、毒が完全耐性になりまして、空いたところに3色攻撃強化が3つ追加されております。スキルの内容も結構強化されていて、9ターンでロック解除からの3ターン継続の回復力2倍、それに加えての消せないドロップ倍の覚醒無効状態、3種の全回復を持っております。すごいね、元と比べるとめちゃめちゃ強化されていて、まあレアリティ的にも持っておいて損はないかなと思います。続きまして白金ですが、バインド耐性が圧縮されたり、スキブが圧縮されたりして、空いたところに超つなげ消しと超コンボ強化をゲットしております。まあサフィーラとか埼玉とかとの相性になってくるのかなと思います。スキルは7ターンで1ターンの間操作時間 1.5 倍の5コンボ加算で、火と木を光に変換ということで、ダブルドロップ変換も持ってるし、あと結構その烈波とかつなげ消し系の弱点であるコンボ吸収ですよね、そこにもこのスキル打てば対応できるということで、まあ、便利なスキルは持ってるんじゃないかなと思います。続きまして加藤成美ですが、このキャラマシンキラー2個持ってるっていうのが周回で出番あったよね、なんだっけ、ソロマヘラ周回とかで使った気がしておりますが、まあ、結局周回性能って感じですね。スキブも4つになって、超つなげ消しももらって、でスキルも激減腫れたり無効感できたり、ロック解除列変換があったりと、持ってるものとしては面白いかなと思います。普段使うかどうかはさておき、やっぱり尖ってるキャラクターなので持ってたらいつか使うことになりそうな気はしております。さあ続きまして安室さんですが、めちゃめちゃ優秀になりました。バインド耐性あって、スキブが4つで、封印耐性からのコンボ強化3の超コンボ強化で、操作負荷耐性も持っているというところで、超覚醒でガドブレを持っているので多色の中でもって思うんですけど、スキル木とお邪魔を光に、火と毒を闇に、まあ盤面変えちゃうんすよね、そこがちょっと気になるかな。でもまあ同時に属性吸収無効も2ターン継続のものが打てたりもするので、覚醒スキルのスペックが高いかなっていう印象です。さあ最後にクロノマギアのコミックスですが、攻撃強化が6つになりました。4つ増えましたね。
で、スキルの内容もターン数は変わらないんですけど、敵一体に攻撃力200倍のブレスだったのが300倍のブレスになりましたということで、まあ、この武器を攻撃力の高いスキルターンの短いキャラにアシストしてあげればいいブレス放題になるんじゃないかなと、まあ、逆に言うとこの武器がいいブレス武器かなと思いますので、ぜひ作っておきましょう。ちょっとめちゃめちゃキャラクターいるんで長くなっちゃったのかなと思うんですけども、この次の動画では進化情報に関しても見ていきたいと思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。本日は以上です。さよなら。